おはようございます。ただいまの出席議員数は21名であります。定数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第一、議案第140号を議題といたします。市長から提案理由の説明を求めます。市長、渡辺龍吾君。それではおはようございます。議案第140号、令和2年度佐渡市一般会計補正予算第11号についてご説明をさせていただきます。本予算案は歳入歳出にそれぞれ1870万円を追加するものです。補正内容は庁舎整備に伴う地質調査および基本設計の見直しに関わる経費を新たに計上し、歳入では合併特例債および財政調整基金繰入金を予算計上するものでございます。防災拠点庁舎整備につきましては、市民説明会および意見書を通して多くの方からご意見をいただきました。多くの賛成反対のご意見を重く受け止めておるところでございます。それぞれのご意見をまとめ内部で検討し、やはり防災拠点としての庁舎の必要性、そして昨年までの計画に対して国の有利な資金の活用により、佐渡市独自の財源を30ないし40億浮かすことができる、これを今後の子育て支援政策の支援等に活用していくという議論を重ねた上で、いろいろなご意見はあった中ではございますが、大変市民の皆様にご心配等をおかけしておるところでございますが、佐渡市としましては、やはり将来に負担を残さない必要不可欠な整備と捉え、必要最小限の整備として進めていきたいと考えているところでございます。また市民の皆様からのご意見を踏まえ、緊急時に障害を抱える方や高齢者、妊婦、小さなお子様をお連れの方など、社会的弱者の方が一時的に避難できるような見直しについても進めてまいりたいと考えているところでございます。この方針をもとに議論の場を議会に移し、協議してまいりたいと判断し、この度追加で基本設計の見直しに関わる委託費などを計上させていただいた次第でございます。何卒よろしく徹底的なご審議をいただきますようお願い申し上げます。これより議案の質疑に入ります。議案第140号令和2年度佐渡市一般会計補正予算括弧第11号についての質疑を許します。やりませんか。質疑なしと認めます。議案第140号についての質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第140号については、お手元に配布してあります委員会追加付託表の通り、総務文教常任委員会に付託いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。次の会議は9月25日金曜日午後1時30分から今期定例会最終日の議事を行います。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。